タウンという、はい、通貨に換金します。で金色が100タウン、シルバーが50タウンになります。だいたい1000タウンくらいあると1人楽しんで来れるかなという感じです。こういうクマとかが順番で、これとかをつけて食べる。将来はデザイナーです。服とかのデザイナーしたいです。いろんな雑貨やね、コーヒーショップ、その他いっぱいお店を、この模擬店を自分たちで、好きなねものを作って、皆さんに見てもらうというような形なんですけども、 あくまでも町中にある商店街の模擬店ですね。前やった時は映画館だとかもやったこともありますし、あとは新地の湯なんてお風呂をやったりね、あとはプラネタリウムやったりとかね、そういう形のを出展するっていうか、そこをお父さんお母さんたちが手伝いしながらお店を作って皆さんに、見てもらうという、楽しんでいただくというようなものですね。心を動かす場だったりとか機会を、ある種こうへんてこなこうワーディングと企画のシステムによって地域に作ってしまう。そこにいろんな人がある種こう入ってきて、それをいじっていって、その地域のものに昇華していくことによって、そういう表現する機会っていうのが地域に根付いていく。僕はそのきっかけと、そういう地域というか人間関係もそうかもしれない、地域関係というのが、そういう こう表現力とか想像する心っていうのをなくさずに育っていってほしいと思ってるんですね。社会に想像する心ってすごく必要だと思ってるので、その機会を作るためにそういうプロジェクトをいろいろやってて、マイタウンマーケットも具材を作って、じゃあ子どもたちどういう街作ろうっていう風に、どんな街を作ってみるっていう時、なんで街作んの1日だけでしょみたいな、何なのそれ、意味わかんないですよ子どもたちにとっては。1日限りの街って何、へんてこだなみたいな、でも面白いなってなるわけです。なんか作ってみたいってなるわけです。これが忘れちゃいけない想像する心だと思ってて、それがあって、それがここに現実化してるっていうのがマイタウンマーケットの僕の思う大事なところなんですね。